梅、ちらほら。吉川英二。どこでもいい。それこそ裏町のゴミゴミした路地越しでも、アパートの窓の干物のそばでも、村でも野でも、あるいはビルディングのフォローの壺に刺してあるのでも、春先梅の花をちらほら見かけるほどに、平和と日本の土の香を感じる時はない。私は梅が好きで、いつか梅の随筆をまとめてみたいと思っている。梅に関する折々の環境や話題を古今に集めたら、立ちどころに一冊にはなる。私の今住んでいる吉名村も、梅の頃には全村梅の花である。いつかリーダーズダイジェクトに修正の時、村の人が梅を切った話を書いたら、すぐ朝日の投書欄へ村の出身者の抗議文が載った。梅村の住人には、そんな非愛嬌心の持ち主はないというのである。それほど吉野村は梅の村だ。村の梅村に机を置く私とても、一部の随筆ぐらいは残しておかないとすまない。そこでちらほら書いてみる。梅と話す人。梅を書かない日本画家はない。課題として梅ほど画家に好かれる花はないだろう。古い画家では足利木の一種の梅が私は好きだ。中華には木梅の名種が少なくないが、日本人の梅はやはり日本の梅である。光琳の梅に至っては、世界人の審美眼を超えたものといえよう。統一になって同じ梅でもだいぶ花品が下がる。西方の梅は鼓に次いで有名である。武藤部の女子の話によると、一生のうち何万枚の梅を描いたか知れませんと言っていた。毎年梅の頃になると、沖縄猛鹿頭巾をかぶって湯田原から小田原の梅園まで必ず梅を写生しに行ったという。それが死ぬ前の年の冬まで続いたので、去る人がもうその年まであんなに梅をお書きになったのですから、今さらこの寒いのにご無理をして写生にお出かけにならなくても良さそうなものじゃありませんか、と言ってみた。すると
78王は、水原の凍りそうな中に立って、スケッチしていた筆を止め、何をおっしゃいます。私が梅に向かって、こうしていると、梅が私に話しかけてくるのです。ただ、梅の枝ぶりや花を映しているわけではありません。答えると、また梅に向かって、観念なかったということである。この話の中には、名称的な精神のうちに、よく言われる、写生の深度という問題が、含まれていて面白い。王朝女性と蓮月。万葉のうちにある梅の花では、私は坂の上のいだつめの坂好きに梅の花受けて思う。富みての後は、散らむともよし、が、何か、心象に染みてくるような、蚊があって、忘れられない。王朝自由主義の中の、明るい、女性たちが、男たちと、打ち混じって、はいよ、唇に当てている姿が、目に、見えているようだ。かの女たちの恋愛観もまたこのうちに汲み取れる。蓮月尿のうぐいすは都に出て留守の間を、梅一人こそ咲き匂いけれ、もう春中の逆光を鮮やかによくも読んだものである。が、王朝女性と比べて大きな年代の隔たりが明らかに感じられる。なんといっても日本の女のすがすがと自由に、しかも時代の文化をよく身につけて、女性が女性の天真爛漫に生きた時代は、飛鳥、奈良、平安朝までの間であった。梅の唇。梅子よりは、僕は、癖字のない帝国文庫本の初版を、少年の頃、確か25銭ぐらいで、古本屋から買って読んだ。足立だったか、米八だったか、女が、小梅を茶屋で、色の、炭治郎を待ち合わせている。合いびきの待つ間が長く、じれ気味になっているうちに、男の影が小梅田んぼのあなたに見えてくる。と、女性は茶屋の前のしぐれ桜からつぼみを取って、梅のつぼみを口に噛みながら近づく男の姿を待っていた、という一説があって、なぜだかそれだけで接吻の光景を連想させ、いつまでも記憶に染みついている。永井荷風氏の随筆のうちにも、
その一章をあげて、ダメナが春水を語っているのをいつか読んだことがある。孤児の人を密するところは誰もこうも同じものなのかとおろどいたことであるが、年少にして深く見せられた。そのような感銘が知らないうちに自分などの恋愛観を培っていたことは間違いない。この頃の恋愛作品にある肉体哲学もいいだろうけど、私は古典のうちのエロチズムを恋する若い人たちがもっともう一遍読んでみてほしいと思う。肉体本位だけではどうしても恋愛のフランと破局が早くて、完全なる恋愛を楽しむものとは私には思われない。何しろこの頃の恋愛はせっかちでありすぎる。父の一日。磯子の先の杉田の梅園へは、僕ら小学生時代の友ならば横浜からよく遠足に出かけたものだった。一度遠足ではなく、父に連れられて親子二人で杉田の梅の頃を金沢の方まで歩いたことがある。その時山の茶店でゆで卵を食べた。とてもうまかった。もう一つ欲しいと願ったら、私たちに出しただけで品切れだった。父が何でもものはもう少し欲しいというところがいいんだ。足らないから。なお、腕卵がうまかったんだろう。と言った。妙にこんな平凡な言葉が一生忘れられない。それとその帰りに、父が蕎麦屋かどこかで飲んで退水した。他の梅見客と同じように梅の一枝を担いで、さんさんと道をよろめき、時々帽子を落としたり座ってしまったりして、少年の僕を困らせた。まだ根岸から電車もなかった時代なので、家に帰るまで僕は行くたびも途方に暮れていた。しかし父の印象として懐かしく、今も思い出して嬉しく思うのは、なぜかその日の父である。購買部。梅の香材は印材にいい。ボン、タバコセット、その他の小道具に作ると、自ら光沢が出てカビを加える。村の人は薪にする。いつももったいないと思う。桜を切るのは木のために悪いというが、梅は
切るほどいいと言われ、それに軟身頭身やたらに伸びるのでよく切られる。奥多摩地方では梅の実を多く採集するために梅の枝をねじ折る習慣があるために、下向きの枝が増え、木の姿が傘のように見える。吉野の折梅と呼んで、これを名物と見る人もあり、また自然ではないと言って好まない人もある。河合翼同士などは後者の方である。ついでに言うが、かつてこの地方へ疎開していた朝倉文義氏は、梅の絵を描くと良いとも言わない木梅を描く。佐藤長山氏も梅の絵がうまい。漢画である。愛して彫刻家は余儀画を描くらしい。文水人の余儀では梅の絵を見ない。人夫を見るのかもしれないが、梅は年々新しい。頬梅を切ると血が出る。物事に幼稚な私は、ある時自分で庭の紅梅の枝を切り下ろし、樹身までが鮮やかに赤いので驚いた。その晩、なんだかいい気持ちがしなかった。もし夢に紅梅を見たら、きっと寝汗をかいていただろう。